客さんが多いとか会場が大きいとかっていうのはこうモチベーションになるもんね。そうですね、幕張メッセの時でもすごくモチベーション上がったんで、それよりも多いって考えたらもうゾッとしますよね。はい、判定が送り込みます。29対29ドロー。以上1対0系の決に達しておりませんので、この試合ドローとなります。ドロー決着となりました。原口そしてタイガ両者ともに全てを出し尽くした戦いです。ありがとうございます。すごかったすごかったです。はい、まず試合を振り返っていただけますでしょうか。そうですね、久しぶりに緊張しましたね。やっと終わって一息って感じですかね。緊張というのはあの会場の大きさとかですか。そうですね、あとまあ相手もすごく強い方だったんで珍しく緊張しちゃいましたね。はい、あの実際に戦ってみてあのタイガー選手の印象はどういうふうに受け取りました。そうですね、やっぱ目が怖かったですね。目が怖かった泣きそうでした。いや、そういうふうには見えなかったですけど、一番初めに中央集まるときにあの時ずっと水辺やったんですけど、もう怖かったですね。ずっとこの辺見てましたね。もう慌てないやつ。